ということで、はい、今回のゲストなんですけれども、はい、我々のいるこのホームゲーム東京、はい、まさにこのお店の発起人でもある、はい、ラファエットの CEO、はい、金子社長にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、まさにこのお店の発起人ということで、はい、もう聞きたいこと山ほどですよ、はい、そもそもの その生い立ちとか、はい、あのニューエラのね、はい、あの出会いとか、はい、まあ、このお店に至るまでとか、はい、まあ、時間もね限られるんで、はい、まあ、ちょっとギュッと凝縮して伺いたいななんて思うわけなんですけれども、はい、金子社長のニューエラの最初の出会いって覚えてます？ニューエラの最初の出会いは多分初めてニューヨークに、はい、旅行に行った時なんで、まあ、結構遅いです。え、いつぐらいですか？大学行ってからだから18、19くらいかな。ああ、じゃあもう結構前です、ね、それでも当時からしてみれば別に遅くはないですよね。まあそうか。あ、まあ、でも高校生とかであんま行かないか、はい、確かに。でもその時って、所長のファッションとかって どういう感じだったんですか？その時はね、でもなんだろうな、 B 系じゃないけど、まあ、ルーズな服がやっぱり流行ってて、まあ、高校生の時とか古着とかね、はい、裏腹のブランドとか来て、はいはい、行ってて、まあ大体そうだね、高校卒業してから、まあ、ちょっとだんだんルーズな格好というか、まさに黄金期のスタイルですよね、まあ、そういう感じになってってて、まあその時やっぱ NBA のジャージとか、はい、そういうのも流行ったし、ニックスの、ね、ニックスの T シャツ、帽子とか、そういう感じかな。じゃあそれが、まあ、きっかけというか、まあ、そこから入って、はい、で一番最初に買ったニューエラって、うん、あの覚えてます？そのどのチームでとかっていうのとか。ヤンキース。ヤンキース。やっぱヤンキース。言ったように旅行で行った時にやっぱり、うん、あの異様にヤンキース率が高いじゃん。あ、そう、ニューヨーク。ローカルにすごい、はい、なんていうの、根付いてるというか、まあ、子供からおじいちゃんまで。はいはい、それがまあニューエラかどうかわかんないけど、とりあえずヤンキースかぶっていっちゃう、はい、まあ、そこら中、はい、まあ、女の人もね、うん、あれが結構こうなんていうか、あの地元をレペゼンしてるみたいなのが結構、うん、なんかそれが一番印象的かな、うん、まあ、じゃあそこからスタートしたっていう感じですよね、そのニューエラとの。そうなんです、うん、まあ、ヤンキースあとニックスもやっぱ買ってたね、うん、だからやっぱまあこうお土産的なもので買ったのは覚えてて、あとはまあスニーカーだったりとか、はい、クリームとかそういうところも買い物行ったのは覚えてる、はい、でやっぱ覚えてるってそれだけ思い入れがあるっていう証拠なんですね。で、あれですよね、お店ラファエット始めたのは、いつでしたっけ？2003年だから、24歳の時。じゃあもうそれまでのお店を開けるまでの間にもやっぱり個人的にもニューエラを買うようになってって、うん、もうその時にはお店を始めたらやっぱそういう帽子も置きたいっていう気持ちはあったんですか？いや、うんとね、その期間はあんまり被ってない。まあそのラファエット始まる前に、まあ、アルバイトだったりとか、はい、まあ、働いてたお店で、まあ、いろいろニューヨークに買い付けに行かせてもらってて、はいはいはい、でまあアメリカにこう触れていくわけです、はい、でやっぱあのベースボールキャップだったね、はい、LA に行ってもやっぱみんな被ってるし、でニューヨークでももちろん被ってるし、はい、まあそこでなんかそのお店ももちろん買い付けをしてたりとかしてたんで、はい、まあ、そこでニューエラを買い付けしたりとかはちょっとしてた記憶が、まあじゃあ自然とその仕事柄もあってニューエラっていうものに触れる機会というか近づく機会は多かったってことですかね、うんうん、なるほど。で自分でお店を出すって時にやっぱり、はい、あの帽子も取り扱うっていうので、はい、ニューエラをちょっと買い付けしてたりとかはし始めてたよね。まああのこのね歴史って、はい、あのラファエットの方のチャンネルでも、はい、まあ、ライブショーだったりとかでも、はい、本当に語っていただいてたことがあるんですけ ど、ラファエットがニューエラを正義で扱うようになったって結構早かったっていう。もちろん僕その時いなかったんですけど。その経緯って、まあ、簡単になんか話してもらったりしますか？なんで、まあ、2003年にお店を藤沢に、はい、ラファエット藤沢店を作って、はい、その1年後、2年後か2年後に次ラファエット横浜店を作るんです、はい、まあ、それが2005年かな。2005年、2年後ですね、うん、はい、でやっぱあのアメリカに買い付けに行く、はい、スタイルが変わらず、はい、まあ、ほぼ毎月というかよく頻繁に買い、はい、アメリカ、ニューヨーク行って、はい、だって東海岸回っていろんなものを買い付けして、うんうんうん、まあ、その中にそのニューエラを買い付けるっていうのはもう結構その
横浜店オープンしたぐらいからもう加速的になってたんですよ、はい、でまあいわゆる日本のまあ言ったらそのヒップセットじゃないけど、はい、もうそのねヒップホップも全然性というかアメリカのヒップホップ、うん、ゴリゴリですよね、まあ、日本ももちろん、はい、あの全盛期というか、はい、黄金期の時代だと思うんですよ、はい、なんかやっぱりみんな 2XL、3X 着てうんで帽子はトリコロールのニューエラとか派手でしたね、まあ、まあヤンキース、ね、ムジティ着て、はい、まあ JG みたいな、はいとかっていうのが王道なスタイルが流行ってた時期なんで、はいはい、で、横浜店であの新しくお店を出すって時にやっぱニューエラをまあ今このぐらいじゃないけど、はい、このぐらい買い付けしてたんじゃないかなこの1年ぐらい。え、本当ですか？いや、僕もね覚えてますよ、うん、すごかったもん。え、1回でやっぱり、すげえ。1回の買い付けでね。でやっぱサイズもあるじゃん。うんうんうん、そんなすぐ行っちゃうわけよ。でやっぱ当時ニューヨークはやっぱいろんなこういうスタイルの帽子屋さんが、まあ、そこら中にあって、うん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 、でそこら中でもうすでに、ね、そのお店のだ別注かけた、カラーのものが結構売ってて、うんうんうん、でそういうものだったりとか結構買い付けしてて、うんうん、でもあのなん入り口入って左の面とか全部帽子にしてたの、ニューエラにしてて、はは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 、はい、で、まあそれをずっと2年、3年ずっと続けてて、はい、来てる中で、まああの多分帽子のイメージが結構ついてきて、あ、お店に、お店に、はい、うん、ラファエット横浜に、はい、やっぱニューエラの品ぞろえすごくないみたいになってた、はい、である日なんかたまたま、はい、あのそのニューエラジャパンが、2006年だか7年にできたんだけど、あ、そうですね、後にできたんですね。そうですね。だからそれまではですね、日本の企画とかなかったんですよ。でも、もう買ってくるしかなかったんですね。買ってくるしかなかった。はははで、こう、まあちょっとこっちあの横浜店すごいっていう噂になって、たまたまその時にニューエラの担当の人がうちに来て、はいはい、この帽子を見て、わ、すごい品揃いですねって言って、実は僕はニューエラジャパンを設立したんですと、はい、まあ社長ではないんですけど、はい、そういうので、まあ、営業をやってる方と仲良くて、自分戸塚に住んでるんですなんていう話をしてるけど、僕藤沢ですよみたいな話をして、あ、で今度じゃあオフィス来てくださいって言って、はい、でまあ、ぜひあのニューエラジャパンと何かやりましょうみたいな、はいはい、でまあ、こっち並行でやってたから、はい、ああっつって、あ、そうならぜひ行きますって言ったら、オフィス行ったらセルリアンタワー、はい、あの渋谷の、はいはいはい、そこの中にオフィスが入って、まあ、そんな大きくないんだけど、まあ、多分ニューエラでまだ2人とか3人しかいない、あ、社員というかスタッフですか、うん、ああもう本当初期ですね、本当初期なんですね。で、あのニューエラのアガリトさんに取り扱ってもらえませんか、はいはい、あ、もうぜひ感じで、でそこであの契約したのが、はあはあはあ、だから多分日本でもまあ何社かぐらいだと思う、最初の契約って。すごいな。じゃあもう本当にそのニューエラジャパンができました、でその契約したのも本当数少ないうちの一社だったってことですね、うんうん、それでまあ後にそのアメリカでね、こういうお店の別注カスタムやってるって、はいはい、もう普通に買い付けとか、まあ日本でこれやれますか、うん、みたいな話で、まあ、もちろんやりますよっていう話で、で作りまくったんですよね。あ、そうなんですね。当時やっぱり、うん、そういうと横浜でいうとやっぱすごいベイスターズ、はい、横浜、ね、ベイスターズ、ヤンキースがやっぱりねニューヨークで、うんうん、なんで、まあ、熱狂的なファンがいる。でベイスターズのカスタムもできるってなって、うん、で昔の B のマークね、今のマーク、はいはい、まあ、DNA じゃないって、はいはい、ベイスターズのカスタムを作りまくった。でそれをやってて、こう地元の人だったり、まあ、地元のアーティストだったりとか、はい、ベイスターズの品揃いなんだあそこの店みたいな、うん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 、なって浸透してった。うーん、はあ、あのなんか毎日ちょっと聞いたんですけど、あの横浜といえばのラッパーでマッチョさん、はい、あのオジロザルスの、はい、もうそれがきっかけだったんですよね、確かお店と仲良くなるって、うん、ベイスターズ、そうだね、そうだったり、やっぱり
あのいわゆるマイティクラウンド、はい、でレゲエ祭とかやって、はい、みんなレゲエの人たちもベース多分 B をかぶってて、だからもうストリートでもすごい流行ってて、いやだからもうそういうシーンの中にグッと入ってた先駆者でもあるってことですね。当時やっぱりいろんな音楽関係者の方かぶってましたよね、うん、でやっぱそういうニューヨークとか海外に行ったことがある人ほどやっぱ地元レップっていうのでやっぱかぶりたい。いやあれ多分なんだろうな、今だとやっぱみんないろんな日本のチームあるじゃん、はい、ベイスターズだ、はい、ソフトバンクだ、はいはい、それはそれとベイスターズ早かったんですよ、ニューエラでやるの。多分一番最初ぐらいにニューエラ作ってた。あ、だってそうっすよ、だってジャイアンツだって最近ですよ。だそれがやっぱりあのその見る光景とか、横浜でそのねキッズがストリートのキッズがベイスターズ被ってで無地 T シャツ着てとかっていうエアフォースワン履いてみたいな、それまさしくこれニューヨークじゃんみたいな。ニューヨークですね。で横浜ってやっぱりどうしてもこうウエストコーストのイメージが強かったので、はいはいはい、そういう違うことをやろうっていうんで、まあ、富士山もそうだけど、はい、うちはもう東海岸ニューヨークスタイルを横浜に広めたい、神奈川に広めたいっていうのがやっぱコンセプトでやってた、はいはい、でそれがなんかベイスターズを被ってね、うちらが作ったカスタム、はい、みんなアーティスト何にしても被ってくれてるのがいう光景が結構、いやー俺ニューヨークみたいになってきてるみたいな。当時やっぱりストリートブランド、うん、田沢さんも扱ってたじゃん、はい、新潟で、はい、やっぱアメリカのストリートブランドがこそってニューエラ作ってたじゃん。作ってました、ハンドレッドの人、はい、作ってました、はい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 、作ってました、はいはい、今だからこそなんかすごいなっていう、うん、あのいろんなブランドが出てきたし、カスタムもいろいろ出てきて、うん、でラグジュアリーなあのニューエラも出たり、うん、木箱に入ってたりとか、そういうものが普通にいろいろなんかもう出てきて、今もまたカスタムですごいですけど、うん、だからそういう時にやっぱやってきたのがすごいなって。っその今会話に出ましたけど、はい、あの木箱シリーズも入れてましたよね。あ、入れてたね。あれだよね、鏡アーティストのコラボのやつですよね、うん、2万円ぐらいするやつ、2万5千円ぐらい、あれもなんか並べてたね、全部ね。いやもう今持っとけばよかったですね、うん、だからまあ、あの今お話の通りで、はい、本当買い付けもしっかりで、あのいろんなものをもうその初期から、はい、ニューエラに触れてたわけなんですけど、はい、オリジナルのラファエット の, あのといえばあの LF のニューエラ、はいはい、LF ニューエラ、あれが始まったのっていつですか。いやもうほぼ同時期ぐらい、2006年ぐらい、うん、もうそのジャパンと契約してからもうすぐ。それもすごい話ですよね、うん、これでもうだから23年までずっと継続してやってる、毎年出てますから。毎年です、うん、すごいですよ。だから多分なかなかないですよ今だとね、まあ、あれサイドパッチとかってすごい、はいまあ、あの流行ってるじゃないですか、はい、当たり前になってきてるけど、はい、ラファエットで作る時も絶対サイドパッチ作ってたじゃん。あ、確かに、うん、ブレーズ入ってました、まあ、サイドに何か入れてたんで、はい、でもその思い出は俺結構あんねん、ヤンキースのやっぱりサイドパッチ、はい、アメリカでニューヨークにいる時のなんかやっぱオールスターが入ってたり、はい、執念が入ってたり、はい、ちょっとやっぱなんか特別な感じ、特別な感じが、ね、普通の応戦よりかはちょっと特別な感じですよ、ね、やっぱりなんかそういうあのデザインとかのインスピレーションもその買い付けに行くたんびにその現地で見たりとか、やっぱこういうのいいなっていうのを見て取り入れようっていうのがやっぱあったんですか、うんうん、まあ買い付けしてたからすげえいろんな帽子見るわけで、まあそうっすよね、こんななんだとか、はいはい、あじゃあとかね、すごい量見てたし、やっぱ洋服にしても古着も買い付けしてたし、はい、もちろん新品も買い付けてた、うん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 、いろんなブランドも見てる。ですよね。いやすごいですね。だからもうエナジーとその情報量とか、もうそれがバーって入ってきて、中でそれを具現化してそのラファエットとしてね、うん、オリジナルをやってったっていう、まあ、その歴史が今まで続いてるわけなんです。はい、まあ、その中でも、はい、その長い歴史の中で、はい、金子社長が特に思い入れがある。はい、アイテムを、はい、まあ、3選、はい、3つ今日持ってきていただいたということで、はい、ご紹介したいと思います、はい、まあ、日本だと、まあ、あの今だと当たり前だけどやってるとこなかったんですよ、はい、で、まあ、ニューエラに